今日はちらし寿司は3月はおひなさまありますよね。その時に作ったらいいのかなと思って、それで今日はあのお米はごんごん炊きます。ここに寿司飯っていう風に出てますから、それに五のとこに水加減して、はい、これ今から炊きます。それってなんか浸水さしといたの？まあ20分ぐらい、うん、はい、これ炊きます。これかんぴょうです。かんぴょうを興奮するときはあの塩で揉んだりちょっとするんですけども、買ってきたらその袋にあの戻し方とか書いてありますので、それを参考にしてください。ちょっとね、塩でこう揉んだりもするんですよ。あ、干し椎茸ね、これ戻しときました。干し椎茸が3枚と、あと人参とレンコン、それにサーモン、これが高野豆腐です。高野豆腐とレンコンは今日は一緒に煮ちゃいます。かんぴょうとあのこの椎茸、これも一緒に煮ます。あと単独で煮るのは人参だけですね。なんで分けるの？色取りもやっぱり大事なんで。このぐらいの材料、あと卵ですね、最後に上にかけるのに。卵はね、綺麗に焼けないんだけど、まあ大丈夫でしょう。これ溶いておきますね。よくこれ水をよく切って、それでやってくださいね。このまま煮てもいいんですけど、ちょっと今日は急ぐんでお昼に食べようと思ってるんで、切ってから煮ますね。どちらでもいいです。そのままで煮てもいいし、切ってから煮てもいいし、冷凍にして取っときたいって方はまあそのまま近内で煮た方がいいでしょうね。はい、これでこれは一緒に煮ます。薄めの方がいい。そうね、こんな感じで。こっちもちょっと太いけどねしょうがない、硬いもんねまあこのぐらいの感じで、どうせこれもまた切っちゃいますから細かく切るかな。そう、切ってみるとね、早く煮えますね。レンコンはもうちょっと大きくレンコンが入ってるよっていうふうに分かってもいいんでしょうけど、結構量入ってる。こんなにはいらないんだよねもうちょっと少なくてもいいんだけど、半端なやつがあったもんだから、もうめんどくさいから煮ちゃいます。ほんといつも適当で、でもこういうの煮とけばね、ほんとあのちょっと卵焼きやったりなんだりっていうところに彩りに入れると綺麗なんで、何でもバーバー冷凍しちゃいます。覚えてればいいんだけどね、忘れちゃって、これ何だったろうなんてよくありますイージーの2人暮らしなんですけど、冷凍庫2つ持ってます。じいじが文句言ってます。ほんといつもいっぱいでね、開かないんだよねそれは不思議と入れてるからじゃないの、うん、はい、これで煮ていきます、はい、あとこれ本みりんとかお酒、こんな感じで買って使ってます。なんかね、すぐなくなっちゃうんですけどね使ってるからねレンコンと、まずあの高野豆腐ね、これを煮ます。このチラシ寿司はね、みんな甘い方がいいですね。一杯半ぐらいの入ったかな。ちょっと高野豆腐入れます。この高野豆腐とね、あのレンコンはあまりお水が出ないんで、はい、これは出してみます。煮立ってきたんで。
ちらにもね、ちょっと塩だしを入れます。ほんのちょっとですね。こちらにも塩だしです。こちらを弱火にします。これもおさじ1杯入れても。はい、これはかんぴょうと椎茸を入れます。ここにもちょっと水入れます。で始まっちゃったから、うん、お砂糖と、あ、大さじ1杯半ぐらい。あんまりね、汁はいらないんですよ。これ煮えたら混ぜちゃうから、汁は入れないからね。いっぱい汁入れちゃうともったいない。人参はこれ柔らかくなればね、いいです。ちょっとこっちがあれだね、水が少なくなっちゃったね。だいぶね、煮がなくなってきました。煮汁もね、うん、じゃあね、こっちの椎茸とかんぴょう、これに、高野豆腐とこっちはね、火止めて少しぬらっと置いておきましょう。混ぜないから上にのせるだけです。なくても大丈夫です。たまたま冷凍になってたから。もういつもいい加減ですよ。醤油をちょっと、めんつゆを入れます。ごま油をちょっと入れます。はい、これでつけておきます。サーモンじゃなくても他のね、ブリとかなんかが残ったやつも、くっつかないようにするには、もう何十年ってこうしてやってるんですけど、
このしゃもじにね、ラップをこして貼ってください。そうするとご飯はね、つかないです。いや、暑いよ。暑い。あ、いけた。はい、これに。一合で35から40、45って書いてある。うん。私はいつも35でやってます。ちょっとごまを振りましょう。とこして入れて、でごまがね、ちゃんと散らばってくれれば混ざったんだなってわかります。はい、こんなにね、吐いちゃってもご飯吸っちゃうんですよね。このベニーですはね、もう一つの、なんだっけ、簡単酢。あ、簡単酢よりはちょっとね、甘いんですね。はい、ごまもきれいに混ざりました。これはかんぴょうと高野豆腐です。もう保存とね、ほら汁ないです。こんな感じでね、出来上がるといいですね。はい、じゃあこれ入れちゃいます。ちょっとあとこっちはね、少しほら少しまだおつゆがあるんです。こういうので全部きれいに絞っちゃってもね、味がなくなっちゃうんで、本当によく絞っちゃうと今度はせっかくの味がなくなっちゃうし、微妙なんです。人参も程よく、汁気はほとんどね、ないですね。たまたま気にさえが冷凍になってたんで、ここに合うものがありますけど、あと私こんな風に、これはあのシソです。電子レンジね、かけて、そしてこう揉むとこのようにシソの葉がなってます。こういうのかけてもいいと思いました。今日は気にさえ今戻しちゃったんでね、これを少しかけます。これね、面白いハサミ買ってきてくれました。そうすると1回で、はい、こんなハサミもあるってことです。なんか今日は急いじゃいましたけど、1時間半、1時間半ってことで、出来上がりです。